状態に。そしてパンを特殊な機械でプレスすると、パンの耳を切り落とすと同時に、ランチパックの命ともいえる2枚の食パンを瞬時にくっつけるんです。食パンを切るところから袋に詰められるまでわずか1分40秒。その間、人の手に触れることなくフレッシュな状態で店頭に並ぶのです。ところで、大量に出たパンの耳はどうなるかというと、おいしいあるものに変身します。おいしいあるもの。ということで、やってきたのは新潟の会社。そこにあのパンの耳が大量にありました。これをオーブンでじっくりと焼き上げ、水分を抜きます。それに味付けをして、遠心分離機にかけると、皆さんもお分かりですか？この正体はソイパクラスになります。そう、正解はナッツ。一度で二度おいしいのがロングセラーの秘密なんです。スタジオには今販売しているランチパックに4種類をご用意しました。また行くんですか？その中で全国で買えるものが24種類、そして北海道は鶏の足でも買っていける、地域限定のものが2種類あります。1年間の前には北海道のエゾスパニキビリカレー、1年間の前には沖縄の白濃い紅芋アンスープ。鳥の味ない。あるときもあるし、あれをしゃぶる、あれを焼いてしゃぶって食べたの。天気に参りますね、森田さん。風邪がちょっと、はい、ここからは全国のお天気です。今日も本当に風が強くて、風ですよね、やっぱりね、寒いかどうかの。3.5メートルあります。気温は 7.1 度ですけど、それ以上にね、体感的に今ね、この後、種子島からロケットが打ち上げられるということで、種子島の天気です。昨日の夕方6時なんですが、もしかしたら種子島ですよ。はい、そうすると雲がどんどんできてくるんですが、今日になって晴れてきてるんですよね。